こんにちは、花粉症のマサです。鼻声ですみません。今回、ご紹介しますのはこちら、マーティンですね。ザ・マーティン、コミュニティ3ですね。アートペッパーが使用していたことでも有名です。まずなんですがね、こちらのトーンホールがソルダードトーンホールといってハンダで後付けしてあります。なので艦隊の金属がですね、厚さが均一に保たれて、非常にいい音がします。そしてこれもちょっとこれのマーティンの特徴なんですけども、内側に少しトーンホールがカーブしているのが分かりますでしょうか。これによってですね、少し他の楽器よりもこもったような温かい音が、柔らかい音がします。だからといってこう柔らかく過ぎてこう全然聞こえないというわけではなくて、さらにですね、少しこうヘビーな音も出せるいい楽器だと思います。サブフックなんですが、このようにですね、可変式のサブフックで、長さが変えられるようになっていますね。オクターブキーこんな感じです。低音のキーはこういう風な形になっています。今の楽器にはなかなか見ることがない機構ですね。はい、ということでこのままですね、この次はマウスピースのご紹介したいと思います。はい、そして今回使用した2種類のマウスピースがこちらになります。ルソーというマウスピースですねの、左手がスタジオジャズモデルの7番、右手がジャズモデルの、5番になります。ルソーというのはアメリカの奏者の、名前です。かなり著名なサクソフォン奏者ですね。彼が設計に携わっているということです。クラシックの世界ではですね、こちらのルソーの、マウスピースが、バリトンサックスでよく使用されております。ちょっとこれから中を見てみましょう。はい、こちらバッフルになります。いかがでしょうか。スタジオモデルは、特に何も傾斜はついてません。それに対してジャズモデルなんですが、かなり、急な傾斜がついてますね。なので吹いた感じもそうですが、音にジャズモデルの方が少しノイジーな感じがあって、スタジオモデルは特に何もついてないので少しダークでマットな感じの響きがします。シャンクの部分もちょっと形状が違いますね。こんな感じですね。はい、ということで今回の、レビューはですね、こちらのマーティンのザ・マーティンコミッティ3とこちらの、友人ルソーのマウスピースになります。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のレビューは、これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。